明けましておめでとうございます。というわけで恒例行事、買ってよかったものランキングを行っていきたいと思います。一応上半期にも一度開催しているので、あれを除いた上で下半期のランキングとさせていただきます。まずはこちら、プロッターの本革ロールペンケース。ステアの牛革が使用されているということで非常に質感がいいですね。いつまでも触っていたくなるような、そんなロールペンケースです。通常のロールペンケースとは違い、ファスナーポケットがあるのが非常に助かりますね。消しゴムや定規などペン以外のものもさらっと収納できるところが非常に優秀です。加えて開閉がマグネット式というところも手間を省けて大変よろしいですね。紐のタイプはどうしても面倒に感じてしまう時もあるので、365日どんな状態でも使いやすい素晴らしいペンケースだと思います。続いてはこちら、プラウズよりドリットペンです。厳密に言うといただき物なんですけども、こちらも非常に使い勝手が良いペンケースでしたね。筆記した後のペンって置き場所に困って、だいたいノートの上とかにポンと置くんですが、こちらはトレー状に変化するので元の場所に戻すだけ、管理が非常に簡単です。またロール式と違い、収納しているペンが一気にバッと卓上に広がるので、ペンの切り替えが非常に簡単でやりやすいというのも大きなメリットでございます。文房具好きとしては気分で筆記用具を変えるので、これはとても助かりますね。収納状態も非常にコンパクト、まあ丸くなるのでやや厚みはございますが、収納本数も5、6本と通常の傷がつかないロールペンケースと比べて少し多めとなっているので、持ち運び用に最適ですね。私は棒状の消しゴムも購入して、いつもカバンの中に入れさせていただいております。続いてはパイロットよりフリクションボールノックゾーンです。まあとにもかくにも軸が素晴らしくてですね、本当に書きやすい。特に木軸タイプがお気に入りですね。 S20 の軸は私には少し細すぎたんですが、こちらはちょうどいい塩梅。フリクションのペンなんて使い道がないよという方にはジュースアップの改心が使用可能となっているので、こちらの運用方法もおすすめです。フリクションはどうしても使用用途が限られてしまいますからね。この軸は本当にお気に入りで、もうシャープペンシルも販売していいんじゃないかなと思ってるぐらいです。名前のアイデンティティが崩壊してしまいますが、続いてはこちら、パーカーよりフィフスインジェニュイティです。ちょっと待ちなよと、君散々動画でこき下ろしてなかったかいと、そう言われそうですが、やっぱり唯一無二なんですね、この商品性が。競合相手がいないというのはこんなにメリット足りうるんだなぁと改めて感じましたね。ボールペンでもない、万年筆でもない、この点は十二分に満たしているので、気分転換には非常にちょうど良い。また紙の表面と接地する面積が広いため、ちょうどいい筆記感を生み出してくれて、なかなか飽きの来にくい一品となっています。というわけで以上になります。私が普段使いしている道具の紹介動画みたいになりましたね。2023年もどんな新しい文房具に出会えるのか実に楽しみでございますね。それではまたお会いできれば幸いでございます。さようなら。